365日の紙飛行機、そしてナギーツの2曲連続で聴いていただきましたが、皆さん楽しんでもらってますか？イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。NMB48 は、はい、今回で沖縄国際映画祭に参加させていただくのが5回目なんですけども、まあ、初めて来るメンバーとかもいるんですよね。レーニャンとかアポンとかコノミンとか。どうですか沖縄？いやもう私冗談抜きで、ずっと来たかったんですよ。あで、NMB メンバーがもう何回も何回も来てる中、羨ましいなと思ってたんで、念願叶ったっていう感じと、昨日ヤギ汁飲んだんですよ。あのどうやった？なんかもう力がなんて言うんだろう、込み上げてくるというか。はい、だからもうそのね、今日はパワーを皆さんに届けたいと思いますので、たくさん皆さん NMB のことを好きになってください。よろしくお願いします。お願いします。今日 NMB48 初めて見るよって方いらっしゃいます？あ、結構いる。ありがとうございます。皆さん沖縄の方なんですかね？そうなんや、すごい、ありがとうございます。沖縄っぽいですね、皆さん顔が。なんか、ほんまにゴーヤ持ってるよ。姉さんよね、はいはいはい、名物だね。みんなさ、グリコのさ、ポッキー持ってる。ね、思いました。思いました。ありがとうございます。ポッキー、後ろの方もすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。最高。まあね、今日来させていただいたんですけども、ミルキー、はーい、髪の毛どうした？沖縄仕様です。映画祭のために切ったってこと？まあ、私この間卒業発表させていただいたんですけど、卒業したら髪の毛絶対切ろうって決めてて、でももっと早まっちゃって。え、どういうこと？いつも早まる癖があるんですよ。ああ、そう、まだ卒業してないもんね。本当に待てへんかったってこと？待てずに先に切っちゃいました。なので沖縄しようということで。皆さん可愛いですよ。